結婚式。自分が実際に見たわけじゃなくて、ウェディングカメラマンの友人に聞いた話なのですが、今までに見た最も不幸な結婚式は、着々と結婚の準備を進めていたのに、当日になったら新郎以外のお客さんが誰も来ない、新婦も来ない、というものだそうです。新婦さんに逃げられたとか、新郎の性格が問題で、親戚にボイコットされたとかじゃなくて、結婚式の話そのものが、新郎の脳内で作り上げた妄想だったそうです。新婦は実際の女性だったけれど、問い合わせたら結婚の約束はなく、付き合っている事実もなく怖がっていたとか。後でスタッフの人たちが、打ち合わせに一度も新婦が来ないから変だとは思ったが、できちゃった結婚だと体調の悪い新婦さんもいるから聞けなかった、と言っていたそうです。結婚式の費用は普通に支払ったそうです。披露宴では、新郎がカラオケを自分で歌って、写真撮影をしてもらって帰ったそうです。結婚式。迎えに来たおば。20年近く前、まだ私が中学生だった頃の話です。当時、親戚のおばさんで、T さんという方がいました。小さい頃は気さくでよく喋る方だったのですが、旦那さんが病気で亡くなってからは性格が変わってしまい、塞ぎ込みがちになってしまいました。ある日の夜、部活のバスケの練習が終わりに差し掛かった頃、確か夜の20時半頃だったと思います。学校の体育館の玄関口に T さんがやってきました。あれは親戚の人です。と、顧問の先生に言うと、顧問の先生は会釈しながら玄関まで向かい、T さんと何やら喋っていました。顧問の先生が戻ってきて、深刻そうな顔で、お前のお父さんが交通事故に遭ったらしい。え？そんな。あの親戚の方、車で迎えに来たそうだから、一緒に帰りなさい。私はもう何年も、T さんと会ってすらいませんでしたが、記憶には十分残っていましたので、本人には間違いありません。気が動転しつつ、T さんの車に乗り込みました。車が出発した後、夜道を走りながら T さんへいろいろ聞きました。お父さん、今、どこにいるんですか？病院。どこの病院なんですか？ここから少し行ったところ。どんな状態なんですか？よくわからない。なんだかそっけない返事ばかりです。車はちゃんと運転していましたが、感情が失せて心ここにあらず。という表情でした。しばらく走っていると、だんだん不審に思えてきました。どんどん
郊外の方に走っているのです。主だった病院は全部市内にあるし、私の住んでいる市は山間に全部集中しているようなところで、山に一旦入ると隣の市街地までは相当距離があります。こちらから話しかけても素っ気なく短い答えが返るだけだし、昔の話を切り出そうとしてもそうとつまらなそうに反応するだけ。この隣で運転しているおばさんは本当に T さんなのか疑問にさえ思えてきました。そのうち指導が寂しくなるあたりまで差し掛かりました。これを過ぎるともう店らしい店すらなくなり、民家が山間にポツポツとある程度です。まだ開いていて照明の灯っていたホームセンターの前あたりで、部活の用事思い出したので先生に電話してきます。私は強引に車から降りてホームセンターの中まで入りました。窓からバレないようにこっそり外を見ると、 T さんが駐車場へ車を止めてゆっくり店へ歩いてくるのが見えました。何か嫌な予感がし、私は大急ぎで反対側出口から出て猛ダッシュ。運よく道路に通りかかったタクシーを捕まえて自宅を告げて帰りました。家に着いてから母親にタクシー代を払ってもらい、玄関から家に入ると父親が普通にお茶の間でビールを飲んでテレビを見ていました。なんだ息を切らして。私の方を見てのんきそうに言ってきました。事情を説明すると父親の顔がだんだん厳しい表情になってきました。 T さんは旦那さんが亡くなった後は神経系の病院に通っているらしく、少々言動もおかしくなってきたため、もう何年も交流がないそうです。子供もおらず、一人だけ残された T さんは、精神的に疲れたのだろうと父親は言っていました。まず T さんの自宅アパートまで電話。誰も出ません。当時携帯電話はあまりポピュラーではありませんでした。なので T さんの実家に電話し、 T さんの母親、私から見たらおばあちゃんの妹さんに出来事を話しました。すると2日前からパート先を無断欠勤していて連絡が来ていたとのこと。そろそろ向こうからも連絡しようと思っていたところだったそうです。翌日、警察に捜索願いを届けて調べてもらいました。T さんの部屋からは財布以外、これといった貴重品も持ち出しておらず、車と本人の行方が全くわからない状態ということでした。ただ、部屋には女性の割にはお酒の空瓶が多く、神経系の処方薬が何種類かあったそうです。あれから20年が経過しましたが、おばさんの T さんは未だに行方が分かっていません。おそらく私がホームセンターの窓越しに目撃したのが最後だと思います。長い間行方不明のため、
法律上も失踪扱いになりました。もしあの日、私が車に乗せられるがままついて行っていたら、どうなっていたのか。そして、私はどこに連れて行かれようとしていたのか。謎が多い出来事でした。迎えに来たおば。はい、どうも。人にまつわる不気味な話その2をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。こう毎回人に関する話の後書き用に最近見た変な人のことを思い出そうとするんですけど、よくよく考えたら多分僕が一番不気味なんでしょうね。なんか夜中に一人でブツブツ怪談話読んでるんですよ。しかもなんかその後独り言をこうやって録音しているっていう、これほんまに旗から見たらただの変態ですよね。特殊なタイプの、まあ、それこそプロとかの方は全然いいんでしょうけど、いやこれ喋りすぎたらなんかいろんな朗読者さんに悪い気がするからちょっとやめときます。ごめんなさい、聞かなかったことにしてください。好きなアイスの話をします。基本的に雪見大福がまあ一番好きなんですけど、そうのバニラ味とか、何でもいいからバニラ味のものを買って、コーラにぶっ込むっていうことをよくしてます。だいぶ昔なんですけど、ペプシかちょっとコカ・コーラか忘れましたけど、コーラフロート味っていうのを出してたことがあって、1、2回飲んだんですけど、まあ期間限定もんなんでなくなっちゃったんですけど、結構ツボで、なんかねコーラフロートが結構好きで飲んでます。もうねお酒があんまり強くないんで全然コーラの方が美味しいですね。あとはもう抹茶味のアイスが大好きで、まあその辺を買ってますね。もうこれで僕がまあ抹茶味のアイスとコーラフロートが好きってことだけ皆さん今日は覚えて帰ってください。前半言ってたことは全部聞かなかったことにしてください。それでは人にまつわる不気味な話その3でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。